はい、どうもこんにちは。またね、今週も始まりましたね、お昼ご飯を作っていきたいななんて思っております。今日はガパオを作ろうかなと思ってます。タイ料理ですね、ガパオってね。それをモネちゃん風にちょっと行ってみたいななんて思っている次第でございますので、ぜひぜひ見てってください。では頑張って作ります。はい、今日はガパオをね作っていこうと思ってます。まず一番最初に大事なのが目玉焼きです。目玉焼き作ります。熱したフライパンに油を敷いたら、あと普通に卵を落としますと。油跳ねますからね。結構ね、フライドエッグ的にやった方がいいので、油多めでやってます。こんな感じで、あとはもう自然に固まるのを手をつきますね。じゃあ次ですね、次ガパオ作っていきます。油を引きました。僕は辛いの好きなので鷹の爪入れます。そしてこのニンニクですね。もうパッと切ってきたらこれですね、玉ねぎと鶏のひき肉ですね。これは鶏ももですね。入れます。これ炒めていきます。ガパオはね、タイの料理ですよね。僕好きでよくタイ料理食べに来てたんですけどね、ガパオはね、もう絶対定番ですよね。豆板醤ですね、豆板醤も、鷹の爪入れたからそんなに入れなくてもいいですけど、火が通ってきたら野菜類ですね。これがピーマン、青と赤。そしてこれはね、モネちゃん仕様のナス、ちょっと入れてみます。普通だとナス入れないんですけど、今回入れます。モネちゃんもフューチャリングしたいので。あとこれバジル一気に入れます。結局ね、結局ガパオってバジル、鶏肉バジル炒めご飯なんです。なのでバジルの香りがね、いい感じにね、馴染むようにするんですよね。で、野菜は、食感は残した方がいいです。まずお酒。で、みりん。まあ普通砂糖ですけど、僕みりんにします。砂糖使わないんで。甘さみりんで足します。まあ、ここが、決めてないですよ。まずオイスターソースなんですよね。こんな感じでオイスターソースで、あとまたこれも決めて、ナンプラなんです。ここなんですよね、味の決め手は。この2つの量で調整する感じですね。これでだいぶね、すごいね、アジアの香りになるんですよ。ここまで来たら、僕ね、酸っぱいの好きなんで、レモン入れます。これ入れなくても入れてもいいですけど、僕は好きなので、レモン入れます。結構たっぷりめに入れます。これでガッパを、完成です。簡単ですよね。はい、どうもこんにちは。スーツね、2で。もう今日最終回ですよね。まあさっき、僕もスーツの、ね、最終回だと思って急いで占いのストックしてたんで、前撮ってストックしてたので、もう急遽さっきアップしてますけど、そんな中、今日の記事か。鈴木保奈美さんね、出てますよね。まあそもそもスーツって、鈴木保奈美さんと織田裕二さんが一緒に出るってことで、
最初の話題ですもんね。あの東京ラブストーリー以来の共演みたいな、このビッグカップルっていうんですかね、ビッグ2が共演するっていうのがまず一つの話題でしたよね。まあその鈴木保奈美さんのインスタグラムかな、インスタグラムでモネちゃんとツーショットを引用して、モネちゃんひたすら可愛い、そして可愛いだけじゃないと、だけじゃないっていうのは、これ妹さんの CM だけじゃないって CM があるんでしたっけ、モカさんの。なるほど、帝人の CM ですね。帝人の CM にモネちゃんが出てる、だけじゃないがあるんですね。なるほど。で、まあ、これは妹さんの CM じゃないってなってて、驚異的な賢さと反射神経の良さ、そしてモネちゃんのこと恐ろしい子って言ってるんです。まあ恐ろしい子ってのはもう褒め言葉でしょうけどね、褒め言葉なんでしょうけどね、その能力を称賛したと。で、マイクアレディもね、もともとね、この保奈美さんは好きだったらしいですね。まあそんな感じでね、もう共演した大女優までその才能を認めさせてしまうモネちゃんなんですけど、まあ今日スーツ最終回ってことでね、ぜひぜひ応援しながら見たらいいかななんて思っております。僕も時間が許せば見ようかなと思っています。まあでも大体その時間でね、占い入るんですよね。まあでも見たいなと思っております。それではいきます。よくできましたよ、これは。